ように疲れた士官博のために生まれた愛なのだ。お前が真に愛すべきは剣士郎なのだ。バットはその剣でリンの記憶を奪った。士官博が破れないなら全てを空白に戻そうと。それからバットはリンを連れて旅に。あなたとの思い出をリンによみがえらせるために剣お願い、二人を追って。リンには剣が必要なの。そのリンだってきっとユリアさんも許してくれる。ユリア、あなたと暮らしたここでの短い間、本当に本当に平和で夢のように幸せでした。これで俺の役目は終わった。あとは天が二人を
口を切り開こう。リン、その男から離れてはならぬ。その男こそお前が愛すべき男。マリアさん、バット、本当にこれでいいの？愛する女の幸せを願ってこそ男。かつてレアあんたの幸せを願ったように、どうせ当てのない旅、あんたを送っていこう。バット、この町は野盗に襲われたようね。あちこちに怪我人がいるわ。もうみんな助かんねえって。無駄なことやめて、とっとと逃げようぜ。かわいいわね、バット。私のリンちゃんとあなたみたい。おい、待てよ。手はこやけ。あと、あの女の子の悲鳴だわ。
はこっちから開かねえんだ。俺が裏に回って開けてやるから待ってるよ。なあ、なんとなくだが足元には気をつけろよ。Say it.
嫁は剣が奪ったのだ。奴の執念の矛先は剣に向けられている。オルゲ、奴は危険だ。全てを忘れてしまった剣には。バット、何を。やっと俺の死に場所が見つかったようだ。バット、幸いオルゲは目が見える。ボルゲの居城に向かう。マリアさん、